京都産が FC 染谷優太、心に留めた言葉。自分も普段の子供と接していたりとか思うんですけど、やっぱ無知じゃないですか。知らないからこそよりこうチャレンジするし、それはもう好奇心から自分で知りたいってやってることだから、それってやっぱなんか人を突き動かすごいなんかモチベーションとかエネルギーになるなっていうのを感じて。やっぱりどっかにそういう子供の時に抱いたようなそういう無邪気さっていうか、そういう好奇心があったら、無知って怖いけど、でもそれほどなんかすごいものもないっていうか、失敗を恐れるとすごい消極的になったりするけど、やっぱりエンターテインメントなんで、お客さんが見て、あの人のプレー面白いよねって思えるようなプレーが一つでも二つでもできたら、それに勝るものはないから、自分もそういうプレイヤーでありたいし、人間でありたいなと思います。はい、信念で心が閉じるより好奇心で心が開くことを望む。来週はガンバ大阪の三浦健太です。ぜひ見てください。